毘沙門天、四方を守護する四天王のリーダー格、多聞天を独尊として信仰する時の名前を毘沙門天と言います。元はヒンドゥー教のクベーラという財宝神で、それを仏教が導入し、北方を守る護法神としたのです。経典ではお釈迦様の説法で強化され、仏法の修行を使ったことになっています。多聞天の名前は、釈迦の教えを多く聞くという意味を意訳したものです。国家鎮護の武神として、特に戦国武将たちに信仰されました。上杉謙信が毘沙門天の美の字を旗印に挙げたことは有名です。もともと財宝神の性格を合わせ持っていたことから、七福神のグループにも加入しています。毘沙門天はです、四方を守護する五方神、四天王のリーダー格として知られています。四天王のメンバーは仏教宇宙の中心に位置するという超巨大な霊山、須弥山の中腹にそれぞれ城を構え、眷属を率いて各方位を守護しているのです。東を守るのが地獄天、南を守るのが増長天、西を守るのが広目天、そして北を守るのが多聞天です。須弥山の周囲には大海が広がり、その四方には4つの大陸が浮かんでいます。各メンバーが目を凝らし武器を携えて、これら四方、四周を守護しているのです。須弥山頂上の通り天には、帝釈天が住んでいて、これがいわば最高指揮官、その下で眷属を統率し、各方面の監視にあたるのが四天王です。多聞天が四天王のリーダー格と目されるのは、他の三年等が各々の方位だけを守護するのに対し、多聞天は北方担当ではあるものの、様子を見ながらも他の三方位も循環するとされていることからです。数ある守護尊の中でも最強と信じられ、国土守護の武人として頼られてきたのが毘沙門天。当然戦闘を職業とするような武士たちの信仰を集めました。例えば南北朝時代の武将楠木正成は、その母が信義山の毘沙門天に祈願して授かった子ですから、幼名を多聞丸と名付けられ、生涯毘沙門天を信仰しました。また室町幕府を率いた足利尊氏や戦国武将上杉謙信の毘沙門信仰も有名です。とりわけ上杉謙信は自らを毘沙門天の化身とまで信じていたといいます。彼は居城春日山城の本願近くに毘沙門天を祀る堂を建て、出陣前には一人おこもりして必勝祈願、兜の前立てには、ひつきに美の字を採用し、旗差し物にも美の字を用いました。合戦場に毘沙門天像を持っていくことさえあったとか、そういう話を聞きます。たびたび戦場に運ばれて泥にまみれた像は、泥足毘沙門天の名がついたと伝えられています。四福神は日本独自の神仏セットです。恵比寿、大黒天、弁財天、布袋様、福禄寿、寿老人、そして毘沙門天。ところでいかめしい顔つきの武人である毘沙門天がどうして七福神の仲間入りを果たしたのでしょうか。四天王としての多聞天が純然たる武人なのに対し、独尊としての毘沙門天は武人にして福徳神、一見矛盾しているようにも思えます。しかし仏教に取り入れられる前はヒンドゥー教の財宝神だったことを考えると納得できますね。聖徳太子の時代から武人として崇められていた毘沙門天ですが、時代が下るに従って財福の神の性格が強まり、武将ではなく庶民に親しまれる福の神になっていったのでした。毘沙門天でした。